東海村 JCO 臨海事故、東海村 JCO 臨海事故と、宇海村 JCO 臨海事故は、1999年9月30日、茨城県中郡東海村にある、株式会社、JCO、住友金属鉱山の子会社、以下、JCO の各燃料加工施設で発生した、原子力事故、臨海事故である。日本国内で、初めて、 事故被爆による死亡者を出した。1999年9月30日、JCO 東海事業所の各燃料加工施設内で、核燃料を加工中に、ウラン溶液が臨界状態に達し、核分裂連鎖反応が発生。この状態が約20時間持続した。これにより、至近距離で中性視線を浴びた作業員3名中、2名が死亡、1名が重傷となったほか、 667名の被爆者を出した。国際原子力事象評価尺度でレベル4、事業所外への大きなリスクを伴えないの事故。JCOO では1999年度に、高速増殖炉の研究炉、常用で使用される各燃料、濃縮度18.8%、ウラン濃度380グ、リットル以下の硝酸ウラニル溶液、約160リットルの製造を請け負っていた。 1999年9月、まずウランの生成作業が中旬から28日まで行われ、翌29日より、硝酸ウラニル溶液の均一化作業が始まった。翌30日、転換試験棟にて、JCOO の作業員たちが、硝酸ウラニル溶液を沈殿層流し込む作業を行っていたところ、10時35分頃、 沈殿層内で、硝酸ウラニル溶液が臨界状態となり、警報が明動した。沈殿層はいわば、剥き出しの原子炉の状態となり、中性子線は建物の外にも放出された。11時15分、臨界事故の可能性ありとの第一報が、JCO から科学技術庁に入る。そして11時52分に被爆した。 作業員3名を搬送するため救急車が出動した。東海村から住民に対する屋内退避の呼びかけの広報が始まったのは12時30分からである。なお、この広報に関しては、東海村の村上達也村長、当時が国、県の対応を待たず独断で言った。12時40分頃、内閣総理大臣、小渕慶三、当時に事故の第一報が報告される。 現地では、事故現場から半径350メートル以内の住民、約40世帯への避難要請、500メートル以内の住民への避難勧告、10キロメートル以内の住民10万世帯、約31万人への屋内退避及び、換気装置停止の呼びかけ、現場周辺の県道、国道、常磐自動車道の閉鎖、JR 東日本の常磐線、水戸日立間、水軍線、 水戸、日立王子、日立太田間の運転見合わせ、自衛隊への災害派遣要請といった措置が取られた。JCO 社員は、事故当初、誰も事故を収束させようとする作業をしなかったが、あなたたちでやらなければ、強制作業命令を出した後に、結果的にすることになると、国からの代理人に促された結果、うちが起こした事故は、うちで処理しなければならないと。 同社社員らが18人を2人1組で1分を限度に現場に向かい、アルゴンガスを注入して冷却水を抜く、放散を投入するなどの作業を行い、連鎖反応を止めることに成功して事故は収束した。中性子線量が検出限界以下になったのが確認されたのは、臨界状態の開始から20時間経った翌10月1日の630分頃であった。 本事故の原因は、旧道年が発注した常用溶核燃料の製造工程における j c o のずさんな作業工程管理にあった。j c o は燃料加工の工程において臨界事故防止、臨界安全を重視した正規のマニュアルではなく、裏マニュアルに沿って作業をしていた。一例を挙げると、原料であるウラン化合物の粉末を溶解する工程では、正規マニュアルでは、 溶解凍という装置を使用すると定められていたが、裏マニュアルではステンレス製のバケツを用いるという手順に改変されていた。しかも、事故前日の9月29日からは作業の効率化を図るため、この裏マニュアルとも異なる手順で作業がなされていた。具体的には、濃度の異なる硝酸ウラニル溶液を混合して、均一濃度の製品に仕上げる、均質加工程において、 貯湯という容器を使用するべきところを、沈殿層という別の容器を使用していた。貯湯は臨界に至りづらい形状。背が高く、内径が狭いであったが、使用目的が異なる、沈殿層は非常に臨界に至りやすい構造。背が低く、内径が広く、冷却水ジャケットに包まれているであった。その結果、濃縮度18.8%の、 硝酸ウラニール水溶液を不当に大量に貯蔵した容器の周りにある冷却水が中性子の反射材となって溶液が臨界状態となり中性子線等の放射線が大量に放射されたステンレスバケツで溶液を扱っていた作業員はウラン溶液を溶解層に移している時に青い光が出た胸を証言しているこの事故では3名の作業員が推定1 グレイイクイバレント以上の多量の放射線、中性子線を浴びた。作業員らはヘリコプターで放射線医学、総合研究所、以下、法医研へ搬送され、うち2名は、増血細胞の移植の関係から、東京大学医学部附属病院、東大病院に定員し集中治療がされた。3名の治療経過や、本事故において被爆したものの経過などは、それぞれ以下の通り、 この事故では、同時に会社側の刑事責任も問われた。事故から約1年後の2000年10月16日には、茨城労働局、水戸労働基準監督署が JCO と、同社東海事業所所長を、労働安全衛生法違反容疑で、書類送検、翌11月1日には、水戸知検が、所長のほか、同社製造部長、計画グループ長、製造グループ職場長、 計画グループ主任、製造部製造グループスペシャルクルーハン副長、その他製造グループ副長の六名を、業務上過失致死罪、法人としての JCO と所長を原子炉等、規制法違反及び、労働安全衛生法違反の罪で、それぞれ起訴した。二千三年三月三日、水戸地裁は、被告企業としての JCO に、罰金刑、被告人六名に対し執行猶予付きの、 有罪判決を下した。なお、被害者でもある作業員 C は、製造グループ副長としての現場責任を問われ、有判決を受けた。この事故の結果、JCO は、加工事業許可取り消し処分を受け、ウラン再転換事業の廃止を余儀なくされた。この事故を受けて、原子力災害対策特別措置法が制定された。ほか、保安規定の遵守状況の国による、確認、 定期検査、主務大臣、または原子力安全委員会への申告制度、原子力施設安全情報申告制度、いわゆる内部告発制度が導入された。事故当時の陸上自衛隊は、災害派遣要請に基づき、第101科学防護隊、原中央特殊部機防護隊を派遣するなどの対処を行った。その後、同年12月に、 先日の原子力災害対策特別措置法が制定されることを受け自衛隊法を改正。自衛隊の行動区分において災害派遣とは自然災害による派遣と定義づけ、原子力事故に禁する災害派遣は新たに原子力災害派遣を設け、自衛隊法第83条の別個のものとして対処することとなった。事故の影響により、事故施設周辺は元より、 茨城県内全域で農水産物、加工品の返品や値崩れ、旅館や観光施設のキャンセルが相次いだ。このため農産物への風評被害があったとして、東海村の農家が JCO に損害賠償を請求しており、茨城県が JCO に対する保証窓口を設置した際は約8000件の被害申し出があった。この教訓は、 後の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故においても活かされ、茨城県内の農水産団体は、発災当初から各業者による個別請求ではなく、農水産団体による一括して交渉、請求制を取った結果、全国に先分けて農畜産物及び水産物の保障請求を行った。発生間もない10月12日に、 ミト芸術館にて開催が予定されていたソプラノ歌手、バーバラ・ボニーのミトリサイタルが中止された原因とされている。翌10月1日の新聞長官から、読売新聞や、朝日新聞、毎日新聞など、各全国紙が足並みを揃えて、トップニュースでこの事故を伝えた。第一面と社会面のほぼ全面をこの事故関連の報道に割り当てたが、事故当日は、プロ野球、 中日ドラゴンズが明治神宮野球場で11年ぶり5度目のセリーグ優勝を決めている。このためか中日の親会社である中日新聞社が発行する中日新聞、東京新聞は6大紙、売り、朝日、毎日、東京、日本経済新聞、産経新聞で唯一第一面及び社会面の大部分がこの自己関連の記事と 中日優勝関連記事で締められることとなった38面はこの事故関連39面は中日優勝関連記事で締められたこの件はプロ野球で中日ドラゴンズが優勝すると政変及び大事件が起きるというジンクスの代表格として取り上げられることも多い楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください